はい、ひとつきまんしみずです。今日はですね、文春法炸裂、しかもダブル炸裂ということで、えー、私ですら名前知ってますよ。元忍者、忍者っていうグループ。ね、えー、これがですね、あのー、性加害のこの問題なんですけども、これ、藤島ジュリー景子社長がね、あの動画であ、えー、げたんですよね。あのー、あ、の、知りませんでした。私何も知らなかったんです。でもごめんなさいねっていうふうにこう言ったんですよ。 で、それに対して、いやお前知ってただろっていうのをですね、こう言ってしまったんですよね。で、あのマッチー、近藤正彦さんも言ってたんだけど、今回のこの分マッチーはなんかあのテレビのコメントか何かで言ったのかな、なんかコメント求められて言ったんですけど、これはね、違うんです、皆さん、取材3時間半。うーんで、どうしてあのジュリーさんが知ってると言えるのか。 というのをですね、ばっちり書いてて、この文春法ですよ。<ー>で、さらに、で、もう一個のね、まあ、これはあの、のどっちかというと、「週刊ポストセブン」、ポストセブンのほうのだと、猿之助さんの問題だったじゃないですか。うん、で、これもですね、あのー、まあ、後追い記事としてですね、かなり細かく、まあ、猿之助さん自身は、まあ、今のところ、 大丈夫うー命に別状はなかったんだけどもお父さんとお母さんお亡くなりになってしまってその前日にあの猿之助さんのセクハラ報道っていうのがあってでもなんかもういいいいわけわかんないよっていうようなこれ状態だったじゃないですかで猿之助さんがなんかねこの記事によるとどれぐらいの状況かというと今回新しく出てきた事実はギャンブルとスピリチュアル。 うーんやっぱりねラスベガスのカジノに1日20時間不眠不休で入り浸り一度にかける金額が車1台分<う> 1> あるいはでその一方で自爆霊が成仏するというロシア製のランプを30万円で衝動買いあれまえっ自爆霊ってよくよく考えてみるとさ、うん、ロシアにもいるの自爆。<laughs> いるんじゃないですか、あの幽霊ゴーストはどこにでもいますから。もうゴーストはいるけどさ、うん、日本の場合、そこに自爆霊っていうさ、いろんな種類があるじゃん。まあ、あのー、正直ですね、あのー、このキム・チャルいもどましすぎる話題、嫌なんで、今日はあのグレゴリー・ラスプーチンをあのーあのー、話題にして、日本とあのロシアにおける、 えー、この幽霊死後の世界に関する死生観の違いと宗教の違いっていう話題に変えちゃいますかでそこからあのえっと東西のローマ教会が分裂したところから、えー、ウクライナ危機とかの話題にまでつなげてというあのちょっとあの宗教と歴史学のコーナーにしますストミさんの番組い<笑><笑>えというわけで、えー、そこに突っ込むのはやめておきましょう。 うん、はいだけどすごいねビリヤードにじえ地爆雷の何が地爆雷が消える何ロシア製の何 <laughs> ランプランプランプ <laughs> ランプこうやって擦ると地爆雷がいやそれジーディーでディズニーアメリカです <laughs> ロシアじゃないですそれはむしろどうやったら消えるいやわかんないよわかんないよわかんないよ わかんないわかんないよ。けんのか,な <laughs> かんない。火灯したらじわくらい消えてくれるのかもしんない。ね、だから、まあ、ちょっとあの笑いにすこれねなんで今回このダブル文春法を取り上げようと思ったのかっていう実は真面目な理由があるんですよ。うん、これ市川江之助さんん歌舞伎のスターじゃないですかうん、でそのスターにすごいプレッシャーかかってたと思うんですよ。 でも周りは何も言わ,言わなかった、金稼げるから何も言わなかった、で、本人自身も降りたくても降りられないっていうところで、ストレス解消するために、まあ、そういうひどい行為をやったりとか、スピリチュアルに傾倒したり、ギャンブルにね、狂ったりするっていうのは、あるあるなんですよ、これ。あるあるなんです。で、次にジャニー喜多川さんの問題、これね、ジャニー喜多川さん自身がスターではないですよ。ただし 数多くのっていうか多分日本一スターを作った人ですよねアイドルという意味ではまあ映画でスター作ったっていう意味ではまあ角川春樹とかもすごいと思うけどでもあの人もね覚えてます角川春樹さん何でとつかまりましたかコカカインカレーパーパティーですよ、うん、まあ角川春樹さんすごくいい人なんで私は何度も会ってるってすごい素敵な人ですよだけど重圧がすごかったんですよそれやっぱり、はい、で ジャニー喜多、ねうん、川さんも自分に何か歪んだ重圧があり止まれなくなってでかつそれを相手に押し付けてるわけですよねでそういう意味ではこのスターを作るっていう意味ではの重圧という意味では同じものがあるなというふうに思い、うん、いやこれねだからちょっとねロシア製のランプ30万円衝動買い不眠非給でギャンブルに っていうのはすごいよねだって車1台って言ったってさ軽、うん、の車が1台とさ、うん、あのレクサス1台とじゃあ値段が違うぜレクサスももう江頭2時50分の番組出てきた映画ちゃんがね「あの車を買うぞ」で出てきた一番安い車の金額3000円の中国車でしたから <laughs> そういう金額じゃ多分ないと思う <laughs> <laughs> 車じゃないと思うなさすがに、ね、違うと思う <laughs> 歌舞伎で<ー>他にも「文春」の記事によると猿之助さんなんかあの髪の毛をブルーに染めてでデニムジーパンであの公演会場にやってきてかつらかぶって衣装を着てっていう唖然とするじゃないですかそれちょっとやっぱり、うん、だけど売れてるし誰も何も言えないとかっていう出たいろんなものがじゃあちょっといろいろ やばかったん,ん、うん、で、猿之助さん自身は文春によると、あることとかないこと書かれて、もうだめだと、すべてが虚しくなった、もう全員で生まれ変わろうと。っていうような話とかもあってですね、まあ、あのー、ちょっとそういうかなり衝撃的なものがポツポツと出てますよ。ポツポツと出てます。ええ いやでもさ生まれ変わろうって言った割には、うん、まあこコラこコラコこラコラ,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 コラもうねあのダメいいですかダメですダメですダメです大変痛ましいことですしまだわかんないことですからただ、ね、スターという重圧にいろんなものがかかってたわけですよでねこのぶもう一個の文春法の元忍者の志賀さんこの人もねじゃ何でお前今言っとんだよって言うかもしんない言うかもしんないけどじゃあこの志賀さんだってさ あの6人組の、ね、グループとして活動してたわけですよねで美空ひばりさんの「お祭りマンボをリメイクさせてもらっていろいろこうやってたわけですよ。NHK の紅白歌合戦にも出てたわけですよで当然ステージに立ったらみんなから笑顔を向けられるわけじゃないですかでその仕事はやりがいあったと思いますよ。うん、あのあ俺の仕事頑張っててて結果出しし人々を笑顔にしてるんだなっていう時にですね でも俺昔こんなことされたんだよなっていうことあるいは現在進行形かもしれないそれを言っちゃったらこの俺が目の前で笑顔にしてる人たちを裏切っちゃうっていうストレスは当然あったと思うよだからなんで今それ言うんだっていうのはやっぱそういう背景までやっぱりスターとしてのアイドルとしての重圧があったんだっていうところまでやっぱり考えてあげないとダメなんじゃないかなっていうふうに 思いますね、まあ猿之助さんの問題はちょっとまだ何が起きてるのか全くわからないけどもどちらにしよういろんなものを祭り上げてで誰も何も言えなくなって暴走した果て猿之助さんはまだ生きられているのでまだ人生やり直すチャンスがあるけどジャニー北川さんの問題に関してはもういなくなってしまったけどそれをずっと隠蔽したまんまジュリー・藤島藤島ジュリー恵子さんがあのこのまんましれっと続けていくのは問題ですよねと。 いうふうに思うんですよ、ね、ちょっとあの本間さんがブラックジョークを言い過ぎたんですごい真面目な番組なんですよっていうことをアピールしておきました。なるほどな、ねうん。大変です。いや僕はブラックジョークって何っていうね。そういうことは僕は言,うで言わない,よい多分あの心がブラックすぎてですね、黒というものが認識できなくなっているのではないか <laughs> <laughs> というブラックジョークで返しておきました。<laughs> いやでもこれ「うん、文春」多分これまだ玉残ってますよ。いやもうまあ続々と来るんじゃないだからさだってこれね<だ>記事の公開日5月24日今日なんですよ。うん、これあの24日に撮ってるんですけど「うん、で文春」の発売日あれ木曜でしょう、ね、まあ電子版だけ先に出したのかもしれないけど、うん、1>, これ1週間ぐらいやっぱ全段打ち尽くしみたいな感じだらラ,ラ,ラってやっちゃったらさ あの売り上げって上がらないっ刊誌 <laughs> やっぱり一発目岡本カウさんドーンっててこう敵どういうふうにうろたえてるあああいうミスしたなジュリー景子お前6 69秒しか記者会見せずにその間に「私知りません」って言ったなじゃあ知ってるだろってやつはい打ち込みあどうやってうろたえないあっ発目バーンっていうふうにこうやるから多分これまだまだ文春法ならぬなんかもう文春ガトリングガンみたいな感じになってますけど そうあのー、っていうのはさ、ライバルのさ、前もちらっと話したけど、うん、ライバルの身長が全くこの問題をスルーしてたりら。うん、つまり、あのー、告発する人はさ、運損、うん、にしか当たらないよね、これね。うん、本当に他のところがじゃあやるかって言ったら、まぽ、あ、ろロぽろっていう程度ではやったとしても、うんうん、一番本当はこういう時にさ、 なんかもう車の両輪みたいになってしゃかり気にやるのが身長と文春なんですけど、うん、でも身長は全くこの問題に関しては関わってこない、うん、でそれは何でかっていうと前も話したけど一応そのカレンダー利権があって、うん、ねもう文春なんかもともとカレンダー利権というふにあれね、うん、ジャニーズ事務ジャニタレを使ったカレンダーっていうのを、うん あのー、大手の出版社みんな持ち回りでやってる。うんうん、で今年はえっ、ー、キンプリはキンプリはうち、ん、そこはあのー、もうん、とタレント別にみんな持ち回りでやっている。うん、で、えー、と身長はそれでやっぱり稼いでいくのでとにかく文春の後なんか全然覚わない。 えー、とりあえず、これを、文春、<laughs> えっと、新潮さんは売らないとダメなんですよ。シックストーンズカレンダー !2023、4月から2024年3月まで、うん、ジャニーズオフィシャル3月この日新着しから発売とかってやっときたかったさ。ちょっとね。これあるかね。<laughs> これ売りながら、あの、ジョニー,ーとゴ川消しロらとかっていうふうに、これは <laughs> ないで、ね、無理でしょ。<laughs> で、文春はさ前から敵食らってるからそういうのに作れてないわねうん、うん、だからこの今追求をずっと平気でできるっていうさえーっとこれいくらするんだ2015年のグループ結成そして2020年のデビュー以来6人の個性と絆の強さ高い音楽性ファンを魅了してきた SIXTONES カレンダーでは数字の6と音楽をキーワードに SIXTONES のが多彩な輝きをボリュームたっぷりにここにお届けします うん、っていうか、毎回思いますけど、ちょっと半分は言わないけど、1割でいいか遺伝子欲しかったっすね。うん、うん。これジ、スカジャン似合う、いいなぁ。今、スカジャンブームなんだけど。ちなみに、えっと、何々、ネット予約が去年の12月1日から発売されていて、 で、うん、あもう予約締め切りがもう終わってるんだけど2690円で、えー、今まさにあの3月に発売したからもうどん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 もう吐き出してる最中、うん、で多分これ売れたんでしょうねいやもちろん売れるよで売れたら来年もお願いしますっていうことになってう、うん、どうそうそうするといいけど今いっぱい空いてるよういたいうそ 当然慎重さは分かってますよねって話になるわけです,そうです、うん。だから本当に新潮は全く追いかけてこない。うん、でまあ他の雑誌ももうさこれは文春の独断場だから、うん、今更追いかけてもっていう気持ちもあるよね。あの今更っていうのはさ、うん、伝えるのは当然あるとして。えーと 要するに誰かの告発、うん、っていうのをさ、うん、文春がこれだけやっている中でなんか例えば「週刊現代が」が一、うん、人だけポロンってするのもさなんか出遅れ感が甚しい感じがあるしね、うん、まあ例えば大物って言えばさ、うん、やっぱりほら東山とかうん、うん、あとマッチねうん、うん、とっか。 元スマップ級とか TOKIO、うん、の連中つまりまあ古参の連中だよねうん、うん、サイコさんって言えるかもしれない、うん、サイコさんの人々の独占インタビューとかで、うん、例えば文春以外の週刊誌でやるっつんならまだ意味があるて、うん、その今文春がずっと毎週のようにやっている えっともうすでに辞めてしまった人たち、今週の新のあれは別、あねうん、日朝のあれは彼は別として、うんえっと、基本的には途中で辞めてしまっている人たち、うん、っていうのは、もう文春に任せちゃったほうがいいなって、多分考えるね、まああのー、ここで新潮が文春をね、抜いてでもやりたいってなったら、元 SMAP の木村拓哉です。 とかっていうふうに出てきて実は私もっていうようなことになったらあーのーこれ大問題ですよねちなみにですね「あのー週刊新潮」がそんなふうにねでも日和ってる理由はですね実はですねあいつのせいなんですよ皆さんこれ全く想像できないと思いますけどとある政治家のせいなんですよあの文春と 文春に迷惑をかけた政治家、自民党、女性、さあ誰ですかわかりますかとある雑誌を休刊に追い込んだ杉田美桜。ほら、LGBT は生産性が大問題で、人権蹂躙出版社と言われている新調社の新調45が廃刊に追いやられるというですね。ねえ。あと、これ、ね、1で雑誌を廃刊に追い込むっつったら。 まああのね週刊文春のサーモン・ウィーゼンタルセンターに抗議を受けたね現在月刊花田というあの素晴らしい売り上げを誇る編集をあの出されている花田さんのマルコ・ポーロアウシュビッツに勝つとこれとあとこの杉田とこの2つぐらいだよね大体ねいやあれはすごかったよちなみにじゃこれ朝女っていうねところがあの2018年書いてる記事なんですけど なんかライバルの文芸春秋がね、うん、あのとにかくジャニーズに嫌がらせをすると。うん、だから、あの LGBT 問題で身長45とかも潰れたし、この時はキンプリのカレンダーは売っていいよって言われたらしいんですよ。うん、でも、そのキンガン p プリンセスもですね、あのまあ、もうやめちゃうんですけど <laughs>、でも書籍が不況の中、うん、おい、お前この餌欲しいだろって言って、食いついちゃったのかな。分かんないけどね。 新長結構いい本出してるから私ちょっと悲しいんですけどうんまあ数十億の売り上げあるんじゃないかなこれでいやーカレンダーでねカレンダーで数十億も行くの多分行くよえっものすごい量が売れるんだと思うよあの数、ー、億だったらさちょっとあのー、大丈夫藤島ジュリーさんあのー、ちょっとですね えー、ちょっと本間流という人間に出してますけど、よろしければあのスマップさんとかいろんな人の,の独占契約でカレンダーだけ出させていただければ、一月つき万冊独占カレンダーということで、あいいね。もう何だったら独占インタビュー付きだって15万円。で、でこれを売らせていただけるとあれば、我々ももうね、もうお口チャックですよ、もう。っていうこといい, <laughs> いい話だな。ひつき万冊独占 ジャニーズカレンダー、あ、なんか急にジャニーズボードやらなかった <laughs> っていうふうに。そうならないためにも、ですねこのジャニーズ問題とかね、あのすごく、えー、広告費がつかない話題ですので、皆様のカンパによって、いや、いいんですよ、別に億万長者にならなくてもかまわないから <laughs>、何十億ともらわなくてもいい、一人3万円のカンパが、このジャニーズの動画一回公開して一人いれば、 細々続けられますから前の動画も10万回とか再生されてる広告費に入ってこないからねあれ <laughs> <laughs> よろしくお願いします、ね、あのカンパのやり方 YouTube 説明欄に書いてありますからじゃ,んじゃないとちょっとジュリーさんにね、まあ、でもこれねあの東京地検特捜部がねあの電通に家宅捜索するきっかけを作った一月満万札 ねああ特段で、ね、出したじゃないですか、国会でも取り上げられました。私たちが一体何度電通とね首相官邸に官房機密費をくれと、くれたら黙ってやるんだと、電通にもうちらに、ね、お金振り込めと、だったら黙ってやるんだとかいうこと聞かなかったよね、はい、あいつら。一円も振り込んでくれなかったよ。はい、一円も入ってこなかった <laughs> あの時な、俺たちにな、本当、お金振り込んでおいたらな、ね、家宅捜索されなくてすぐらやったり。<laughs> というわけで、樹里さん、どうですか あとかりますよ <laughs> いよ、やだないよ、みんな。<laughs> うんでも、そうやって、あの、ま、新潮社だけじゃないよ、あの、マスメディアも含めて、いろんなところがジャニーズと持ちつ持たれつ,つの売り上げを取ってるから、うん、これやらないわけですよ。そうそうそう。だから、あのーあ、辻はさ、メディアをさ、まあ、結構取り上げてるよね、あっちこち。うん だけど、テレビはやってるとはいえさ、うん、依然として、ジャニーズ事務所はこういう発表しましたって言ってるだけ。うんうん、あと、東山さんはこういうこと言いましたとかさ、うん、マッチがこういうこと言ったとかっていうレベルの話しかしてなくって。うんうん、うーんと、えっと、TBS か、news23、うん、とかで。 ちょろっとやったら、まあ10分ぐらいやったっていうから、まあちょろではないかもしれないな。う,んうん、うーんと、今までの超この、超超超期間にわたる長い沈黙、テレビの。60年間だから。<laughs> それをさ、なんか10分ぐらいやって、私たちも反省してますっていうんじゃ、ちょっと、いくらなんでもさ、合わないよね。竹がさ。無理です。 うん。かあやっぱり民放は本当、まあ俺、民放にはもともと何の期待もしないからあれなんだけど、うん、とにかく何回も言う,言うけど、NHK だよね、うん、NHK ですらやってこなかったっていう、うん、だから NHK はきちんと1時間の件とか2時間ぐらいのスペシャル番組作って、こういうことが起きたと。うんうんで まあもし出てくれるんなら被害を受けた人たちも出してさ、うん、ちゃんとインタビューをして、うん、でなんでメディアがずっと沈黙してたのかいやうちもカレンダー売ってたんでっていいんじゃねいかそういう話も教えてあげればって、うん、普通の人たちってさ普通の人たちってまあ普通のあのなんていうのまあ普通の国民の大半は メディアがなぜ沈黙しているのかって意味がわからないからさ、うん、なんでやんないのっていうのはね、でもそこには厳然、それはあの厳然とある理由があるわけで、うん、つまり告発するとジャニーズ事務所からタレントを総引き上げを食らうとか、うん、そういう実力行使もありえたわけ、うん、で、まあ、つまりお金がもらえなくなってしまうんだと、稼ぎ、うん、が吹っ飛んじゃうんだと。うん でそれだったら真実を伝えなくて、うん、稼ぎ最優先でいくんだっていう、うん、まあ全てのメディアはそうであって、うん、NHK ですらそうだったって言ってで NHK はだって、あのー、スポンサー関係ないし、うん、そもそも売上が立つとか立たないとかって関係あんのかって思われるかもしれないけど、うん、NHK は NHK で皆様からの 皆様から聴取した受信料で成り立ってるんで、あのー、本来はね、視聴率を気にしないと言いつつ気にしてるわけやっぱりさ、NHK の作ってる番組、視聴率みんな0%なんですゼロパ0%は言い過ぎです。<laughs> まあ1、1%なんですとかさ、2%,、うん、2ですって言うと、お前ら受信料をもらってるくせに何してんだって。 やっぱ言われるわけ、うん、うん、だからやっぱり視聴率を高くするそうすると高くするためにはジャニーズのタレント必要だよねだからえー、っと年末の「あの紅白歌合戦」では、うん、ジャニーズのタレントにいっぱい出てもらって司会もやってもらってって、うん、ずっとここ何年もそうやってきたわけじゃん。うん で、そういう関係を築いてきたから、NHK でさえこの問題を報じてこなかった。うん、NHK なんてだって、あれなんだっけ一回なんか、ちャろっとやっただけで、全然やってないよね。黒弦で、なんかちょっとやったっていう。あ,あ、ごめん、黒弦でやった。うん。あ、そうだね。それで、黒弦ではちゃんと、黒弦独自でやっぱり証言者を出してきて、うん、っていうんで、まあ、黒弦があそこまでやれば、 <laughs> まだこの続きあるんじゃねえかって、うん、まあちょっと。うん。だけどそれもね、うん、なんかこれでおしまいになっちゃったら終了ですからね。ね、うん、だからそれは黒毛もやらなければいけない,、うん、いわけです。で、できるならば民放も全部やんなきゃいけない。うん、うん。まあ民放の,その、民放なんて本当にもう。 まあ <laughs> いやまあ NHK もさだって今 NHK の「大河ドラマ」で徳川家康やってんのはね、うん、あのもジャニータレなわけだからさべ、うん、てがおんぶに抱っこになってるわけでうん、うん、ジャニーズ事務所に対してね、うんうん、だからそれをやっぱり断ち切るのっていうのは本当にテレビ局に対してもにとっても非常に大変うん、うん、でもまあもう ごまかせないやらなきゃならない、うん、じ状況にあるわけで、ね、うん、うん、でそれをいつどこが具体的にきちんと始めるのかって、ね、今みんなチキンレースなんで横をこうやって見てさ、うん、あまだ日テレもテレともやってねえなーあうちが半歩半歩出ちゃってねやっべえなちょっと半歩で止めとこうかなみたいな、ね、文春だけもう崖じゃなくても翼つけて飛んでっちゃってるみたいな感じだ <laughs> むしにはもう向こうの方に。向こうははるかからも何せ2週間裁判も組めたらかってか <laughs> あと BBC が向こうの方に。何度も言いますけどのあの、ブリティッシュブロードキャスティングの方ですからね。そうんはい。あの、ビアコ放送じゃないよ。この前さ、ビアコ放送って本当にあるんですねっていう失礼なコメントがあってですね、あるっちゅうねっていう。 面白いよな、あの BBC なぁ。BBC なぁ、本当に。BBC、ついでんだからさ、なんかこれに絡んで、なんか番組作れゃいいな。いや、そうですよ。ビアコ放送のほう。え、ビアコ放送のちなみに、あの、これがあの、ブリイギリスのね、あの、放送協会の方でございます。いや、これかわいそう、これ。これが、それで。もしくよ、さ。はい。 あのこれであの琵琶湖放送の社屋こちらでございます友達が就職しておりますえいるのいますよじゃあほらあの琵琶湖放送でなんかジャニーズのただ学校学生時代の友達だからねもうすごい昔だから急におうちょっとつまってやってたけどさちょっとどうよとかやったらびっくりしちゃうよびっくりするだろうね <laughs> いいですか琵琶湖放送こ,こんな感じですなあはい うん<あ>もういいよだからさちょっとここになんか予算も無理じゃないですかね市がいろいろとか言ってるイギリスの B B C に負けるなとお前のところも市が,がイギリスに勝てる要素って言ったらあビ <laughs> アコの大きさぐらい <laughs> ああと文化財の多さではね市が何気にすごいから秀才戦略史があったりあでも無理かな 無無理無理。ちょっと待ってさ、BBC と BBC? いや違った、イギリスでさえ作れたんだぞと。いやもうそれで太平洋戦争の時の日本とアメリカの国力の差ぐらいありますから、もう。<laughs> あるね。これはある。<laughs> そんな高望みしないでください。<laughs> まあそれで BBC、イギリスの方の BBC は、まあそういうことやってると。ね、文集もやってると。でもテレビは。 NHK さんどうぞどうぞ <laughs> TBS さんどうぞどうぞどうぞって、ね、でこうやってるの見てテレ東とかがあ俺もやった方がいいのかなって言われ込みたりとかして今そういう状況あ<ー>みんなで渡ればね、うん、みんなで渡れば後からジャニーズ事務所に怒られることもないけど、うん、ここでここであんまり目立ちすぎると、うん、後が怖い っていうことを考える時点でもうダメなのよ。まあそうね。ダメなの。うん。うん、もう今までのたまりにたまったさ、まあ、お仏をだ。うん、一回きれいにしろよって。うん、民法とか。うん。で、あ、そう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 。試され、これ一番目に見える形で試されるのが、ほら。 日テレの24時間テレビ「あうんうん、愛は日テレを救う」っていうやつうん、うんうん、あれでなんか日テレの社長がさ、えー、なんかあの一応ちゃんと対処していくみたいな記者会見やっててさ、うんまあ、そのための記者会見じゃなくてね定例会見の中でうんジャニーズ問題どうだというふうに聞かれて。うん いやもうちゃんと対応していきますみたいなこ言ってるん、ね、いや何もやってないけどね何もやってないけど、うん、ただあの24時間テレビではいえっとなんだっけえー、っと「関ジャニ」だっけはい、なんかを使ってうーんもうやろうとしていたと華、うん、々しくあのそれにメイン キャスターみたいなうん、うん、あれで使おうとしてたのをちょっとやべえあっ何は何は男子だっけ何は,何は男子ね何は男子を使おうとしてたっていうことで、うん、まあ多分それは格下げになると思うメインではなくなると思う<ー>ちょっと無理だよね,もうねちなみにえー、っとどこからカレンダーが今年は出ていたのかなっていう一覧があ間違えたえー、っとあってですねこっち「うんシックスセクシーゾーン うん、主婦と生活者から出ております、うん、主婦と生活者ってこれ小学館グループじゃなかったかな主婦と生活者どこだったかなここ主婦と生活者はああ小学館ですね、うん、小学館系ですね雑誌「レオン」とか「週刊女性」とかあだからね小学館では「セクシーゾーンね、うん、じゃ売りが。 これ多分小学関係だったような気がするんだけど違ったかなまあちょっと分かるんないですけどで次が公文社うーんあ,あ公文社ねはい公文社ですねこれはあの講談社ですよ公文社といえばで次がマガジンハウス懐かしいな、うん、久しぶりに聞いたらマガジンハウスとかっていうんだしゃべれよよねこうやって見てるとやっぱりみんなでさ分けてやってんだよね、はいえー、じあのでもマガジンハウスはですね多分あの今回売れたんじゃないですかね なんせキングアンドプリンスもうやめちゃいますからうんいやこれすごい売れたと思うよででシックストーンズがあーのー新潮社これ説明したとおりですよねで講談社結構食い込んでますねスノーマン、オフィシャルカレンダーでなにわ男子小学館なんか小学館<ー>一つ橋グループと音羽グループでなんか綺麗にわけわけして持ってる角は入ってないの角川角川は入ってないですねで ちゃんと一応ですね、集営者も、末席に。うん。トラビスジャパンで、ジャニーズジュニア全体は、ワニブックスか。お<ー>お<ー> <laughs> ワニブックス、まだあるんだ、ワニブックス。いや、ワニブックスありますよ。これ、独立系じゃなかったかな、ワニブックス。確か。うん、そ、うん、うだね。聞いたことない まあでも昨今の出版不況の中、うん大きいよこれが抜けてしまっては <laughs>。これは大きいのよ。<あ>数十億のあの売り上げが見込める、<laughs> 一発で。関西ジャニーズジュニアカレンダーはワンパブリッシングっていうところをやってます、ね、どこや、これ。学軒だへえー、ちょっとっ学軒が。 学研系ですよ。ワンパブリッシング。<何>大株主、学研ですもん。いや、これはちょっと。もうみんなね、学研預かってんのよ学。学研はやめた方がいいんじゃないかな、もう <laughs>。すごいね。学研、ほら。 俺の一番最初の本出した赤字になっちゃったから、うん、そこで埋めたんだよ。いや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 そんな大赤字出してないでしょ。どんだけプロモーションしたんですか。<laughs> 何もしてないけどな。<laughs> いやあ、ガケンなんかそうやって考えるとすごいね。 やっぱりみんなお世話になってるわけよ学研って言うたら昔アニメディア作ってたところっていうイメージなんですけどアニメディアかアニメディアって学研だったえ、今ね別の会社に譲渡されてるんですけどねうん、うん、その歴史とかだけで私いっぱいしゃべってますよ月刊のアニメディアの変遷おおまあいいわそれはうんいやだって学研の図鑑とか出してるところがさよっ <laughs> <laughs> ちょいいっす でもそういうことも知られてないじゃんうん。でもその知られちゃったらさ、えっ、じゃこの学研のつかんとか、あジョニーズとも関わってんだとかって思われるのが嫌だから沈黙してるんだろうね。そうよ。うん。だからみんなだからやっぱり世話になってる。だからみんな沈黙している。うん、っていうね。まあ、パロッパロッとは出すけど、ね。車を上げて にだってここはもう統一教会ともガチで戦い続けて統一教会の時だって「地獄に落ちる週刊文春」とかって囲まれてさギャーギャー言われたりとかでジャニーズの問題の時だって相当嫌がらせ受けたけどねなんでこ,こういう出版社が日本に1個だけなんだろうなうんね みんな金の匂いのするところに集まってさ、まあ、もちろん文春だってちゃんとお金になってるからこれやってるんだけど。いやでも、文春って昔はね、文春に載ったらね、よたきじでしょって言う一緒だったら、もう他のマスメディアが食べすぎるから、最近は文春に載ったら、文春おとかって言われるくらい、もうなんかそう、ね、マスメディアだな、うん。文春ってやっぱりどっちかというと右寄りだなって思われてたわけ、ね、そ,うそうよ、そうよ。ずーっとね。うん、とまあ文芸真珠、うん、そういう会社だからさ。うん だから文春も、まあ、右寄りっぽいよ、右寄りだなっていう感じだったんだけど。でね、のであの最近、実は、あのマスメディアの凋落だなっていうのが、ですねこんなニュースあったんですよ、これ、今日の痛ましい事件です。70代男性が路上で倒れて、その後、お亡くなりになって、引き受けのう引き逃げの疑いで、朝日新聞の配達員を逮捕、大阪。うん、これ、何かっていうとですね、いや、私ね、5年間、子どもの頃新聞配達してたからわかるよ。これね、 もうすごいハーードワークなんですよですよぐ配り終わらなきゃダメだし出勤前に見たいからもうちょっとでも遅れるとクレーム入ってくんの。うん、だからこれバイクで配ってたみたいだけどももうなんかあなんか踏んだみたいだけどあーもう配んなきゃ配んなきゃって言ってうわーって多分私が新聞配達した時よりもさらに圧力強くなってると思うのね儲かんなくなって。うん、でそういう事件とかもさ起きて いる中じゃあ残念ながら新聞社がですね真剣に向き合ってるかっていうと報道にやってないわけですよ。まあそりゃ文春が輝くように見えちゃうわな。<ー>だって本間さんとねやり続けてる話題って電通問題とか原発問題とか憲法改正国民投票とか、まあ、他にもいろいろ東京五輪の汚職問題とかいろいろやってましたけど本当に。 ちゃんとでもみんなね <laughs> やらないのは理由が、うん、偶然じゃない、うん、やらないのはもう明確な理由がに、うん、やるとうーんと金が逃げていくとさ要するにその儲けが減ると全てがそれに起因してるからね、うん、大手の新聞者だってみんなそうだし 朝日新聞でさえ、えー、まあうーんこのジャニーズ問題、何回かは取り上げてるけど、いま、うん、だに今まで全然やらなかった総括っていうのは、もちろんしてないわけ、うんうん、まあね、こういう本当、テレビもそうだけど、やっぱりこういうメディアで過去を反省して総括するっていうのは、ものすごく難しいんだよね。うん あほとんどやったやったことがないわけでね、うん、あのほらもうだいぶ古くなっちゃうけどさ、うん、あの筑紫哲也さんさ「ニュースつつり」だけ、うん、やってた時に、うん、あのほらオウム真理教の時代にさオウム真理教から言われて TBS がいろいろな人にインタビューした。 テープをオウム側に渡しちゃったっていう事件があったじゃんでそれでお亡くなりになった人いましたよね取材もそう,そ,う,そ,うそれの原因になったんじゃないかってその時に菊池さんがさ「TBS は死んだ」というふうにやっぱり番組の中で陳謝したことがあった、うん、もちろんその時でもあの彼辞めなかった、ねうんうん、そで、ね、うですねもうでも TBS は1回死にましたと。うん でなんとかこれでし、あの、これから挽回していきたいみたいなことで、うん、でも、その視聴者に向かって頭を下げたっていうのがあって、うん、それ伝説になってるけどさ、うん、やっぱり今回のチャニーズ問題全社でそれやんないといけない問題だよ、うん、これ、うん、本当に。うん。全社全員で頭下げてさ、申し訳ございませんでしたって言わなきゃいけないね。うん、まあ、うーん、まあ結局、テレビ局 のキャスターとかそういう人たちに言わせてみれば、うん、だって今まで報道されなかったのは俺たちのせいじゃない、うん、俺たちの先輩たちがそうしてた、うん、なんで俺たちだけが矢面に立たされて謝んなきゃいけないんだって、うん、やっぱりそう思うよね,ねまあねまあね去年までいたあの人は言えばいいじゃないか 今まで出演してたじゃあキャスター全員を集めて土下座させる、うん、でも結局さそういうことはできないから、うん、やっぱり今やってる人がさ謝るしかないんだよ、うん、こういうの、うん、だってそういう意味では BBC だってね前も取り上げましたけど人気司会者によるこれこれももう82人ですよ、うん、一番 最低の年齢確かですねね10歳未満ででしたから、ね、でもちゃんと BBC は検証番組をして、うん、でそしてあの BBC もうこれもお亡くなりになってるんです加害者の人はだけどちゃんとすいませんでしたっていうふうにやってますからね、うん、だから信頼されるわけです、うん、いやうん誤なそういうその誤りっていうのはもちろんあっちゃいけないんだけど、うん、やっぱりバレちまったらやっぱりちゃんと検証してさ、うん やるしかないいじゃない、うん、なのにその検証もしなけりゃ謝罪もしねえと、うん、全然なんか初めて知りましたみたいな、うん、それじゃあお前ユリーさんと一緒じゃねえかって話だってさ、うん、やっぱりちゃんとやらなきゃいけないのに何もやらないっていうのはすまない、うん、だからこのなんていうのかな第三者委員会みたいのを作ってさ、うん やるるっって言って言じゃ検証やれって言ってるけれどもその中でやっぱりメディアの責任についてもやっぱりね触れた方がいいと思う絶対そうですね。ね、うん、間違いない。ね岡本川案さんが、うん、もし2003年の時点でちゃんと、うん、あのあの最高裁で決定した時点で、うん、あの時にメディアがちゃんともっと報道してくれて。 世の中にキジャニー喜多の問題が知られていたら、えー、自分はジャニーズ事務所に入らないで済んだかもしれないっていうやつ、うん、それは岡本さんだけじゃなくて何百人っていう子どもたちが同じ立場になってると思うんだよねやっぱね、うんうん。そのことをやっぱりもメディアって特にテレビ局、うん、もっと真剣に考えないといけないと思うよ。 まあ、本当、本間さんと何で取り上げているかというと東京五輪の談合汚職、原発問題、そういうものと一緒なんですよね、この構図がね。構は全く一緒だからです、うん。なのでこう、取り上げているんですよ、これは日本がやっぱり今、失われた30年って言われますけども、問題に対してきちんと向き合ってどうしようかっていうふうにきちんとやっていれば、こういうことは起きなかったと思います。 問題を隠蔽してなかったことにして知らんぷりをする。で、その問題をちゃんと追求するマスコミ自身がそういうことに加担していては、 良くないし、それがね、ゼリーのためにやっているのかと、それじゃいかんやろうということで、古軍奮闘してやっております。決してですね、たまに本間さんがですね、間違えてブラックジョークを言う時があります。それはもうあくまで間違いでございます。ねなので、本間さんも私もですね、高潔なる心を持って、この日本の未来のために、日譲る国、ライジングサインをもう一度という思いでやっておりますので、えー、そのためにも、まが乾杯ちょうだいということで。 は乾杯ちょうだい <laughs> ということで、<laughs> はいあのー、よろしくお願いします。すね、はいあのー、お先生、ないと続けられませんので、あのいやいのジャニーズのカレンダー分ぐらい儲けたいとか思ってなられたよ。3万円2人で入ってきたら、あのこれ、他にも運営スタッフ4人ぐらいいるので、本間さんとみんなで <laughs>。 こぼそぼそと,あとりあえず今日のご飯も食べられるねという金額でございますよ。そんなジャニーズのカレンダー作って何十億儲けないとかね。いやー、ちょっと思うけど、うん、そういうのでやってないんで。はいで今日ちょっと猿之助さんの問題とかを含めて、かなりちょっと心にダメージを話が多かったので、 えー、もしね、厚生労働省のね、このいのしの電話ダイヤルとか、心の健康相談ダイヤルとかも載せておきますので、まあ、やっぱりね、猿之助さんもそうだけども、いろんな重圧にぐーっとなって、途中で弱音吐けなかったから、あって溜まっちゃったとかあるし、岡本川本さんとかいろんな人もどこかにちゃんと相談できなかったっていうのがあるから、皆さんももし辛いなって思うことがあったら、早めにね、あの誰かに言う、まあ、こういう電話とかじゃなくて、そばに聞いてくれる人がいたら、 あの一番いいことじゃないかなというふうに思います。ちなみに私は命の電話をよくかけてました。うち、ん、の時ね、はい、夜中の三時にかけても出てくれるんですよあそこ。えー、うん。の基本ボランティアでしょ。はい。おざしいことです。まあそんなわけで今日もダクショチャンネル登録といいねよろしく。イトカンよろしくね。もはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオ。 いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。